今回はエヴァニューのチタンアルコールストーブスタンドを紹介します。自分は使っていませんが、ブースター用のプレートです。いつも使ってるのは本体のみで 48.6g。 組み立ても簡単で、もう抜いて上に重ねるだけです。ブースタープレートを下にセットすれば、ウッドストーブとしても使えるようです。いろんなフックなど作り込みがすごいです。エヴァニューのチタン製のアルコールストーブ、こちらが 35g、 ノーマルトランギアが 113g。 今みたいに熱くなった時に使ってるのはこちらのアルミ製のアルコールストーブで、こちらが 20g、 軽いストーブです。 20g、 35g、 15g の差ですが、かなり軽く感じます。こちら直径がほぼ同じです。でこちらを中に収めて上につけるだけです。これで完成で、こちらの重さが 69g、 そこそこ軽くて風防付きのアルコールストーブです。でこちらがいいのが、同じエヴァニューのチタンマグポット500とぴったりサイズです。ちょうど収まる。しかもこちらの溝とドッキングします。ドッキングさせるとアルコールストーブの欠点、不安定さがなくなります。その点ですごく気に入っているセットです。一応風防になっているんですが、アルコールで穴がいっぱい開いているので、強風だとお湯が沸かないです。その辺は要注意で、少しだけ火をつけてみます。カップ一杯の水、不安定さがないです。安定とチタン感がいいエヴァニューのアルコールストーブスタンドを紹介しました。ストームクッカーほどではないですが、比較的安心して使えるアルコールストーブセットです。